よし、今の お金で買えるだけ買っときました。うん、一人だけバンダナが目立ってますがおしゃれなバンダナってやつを装備しました。うん、さてよよ、道具屋か。道具はいらねえな。あ、待った、キメラ買っとくか。4個ぐらい、5個ぐらい袋に入れとけ。帰るとき便利なんですよね。お腹がすげえなる。お腹すいたのかな、さっき食ったばっかなのに。とりあえず蝶々の話聞くか。うん、またこの下よ、薬草。鍵が閉まってる。大昔流行したっていう流行り病がちょっと前の大地震の直後からまた流行りだしたんだよ。すっかり絶滅したと思ってたのにこんなことになるなんて、一体何が起こってるんだ。今回の目的はあれですね、流行り病をなんとかするっていう感じですかね。よっ、金だ金だ。あ、ここに着くわけか。この辺見てよ。あ、見てないか旅先で妻が流行り病にかかってしまったんです。あ、こんなことならハネムーンはウォルロ村にしておくんだった。奥さんだこれ。あら、バニーガール、すげえ趣味だな友達と遊ぼうと思ったのに今寝てるからダメなんだって。まだ明るい色に寝てるなんて変なの。そうか、子供には知らされてないのか。娘と妻が立て続けに流行り病にかかってしまって、もうどうすればいいのか。とにかく今は看病するしかないんですよね。頑張れお父さん。捨ててこパンツいらん、お父さんのじゃねえか返せ。奥さん、お皿は割るし鍋は焦がすし、これじゃ気になっておちおち寝てらんないわ。まあ奥さんとしたらそうだよな、きっと。子供、早く病治さないとな。まあそう言ってる俺も病だからな今風邪という病に、もう鼻水が。さあ行きますか。旦那様なら2階の書庫で調べ物をしているはずですよ。この家はベクセリアに代々続く名家だから、古文書とかたくさん残ってるんです。で、その古文書目当てでここに通うようになったのがルーフィン先生なんですよ。旦那様も最初は気前よく許してたんですけど、そしたらエリザお嬢さんと、エリザお嬢さん、それがさっきのなんかちょっとおとぼけな女の人ですね。間違えちゃったって言ってた。お嬢さんが嫁に出てって、このお屋敷もすっかり寂しくなっちまったよ。まったく、あんな青病タウンのどこがいいんだか。俺っちには反対なさった旦那様の気持ちがよくわかるよ。まあでも、周りが反対したとしてもね、本人たちがいいんであれば。古文書の解読をルーフィン先生に頼むよう主人に勧めたのは私なんです。これをきっかけにお互い歩み寄ってくれればいいのですが。夫と父親の仲が悪いままじゃエリザがかわいそうですもの。親として何とかしてあげたいわ。まあそのルーフィン先生っていうのにね、まだ会ってみないと何とも言えないですが。なるほど、さっぱり読めん。やはり古文書の解読はあいつに頼るしかないか。とにかくこれ以上被害が広まる前に何とかせねば。おや、お客人でしたか。私はこのベクセリの町長です。あ、あなたが何かご用ですかな。ふむ、この町で何が起こっているかが気になるという顔ですな。いいでしょう。では分かっている限りのことをご説明しましょう。我がベクセリアに流行り病が広がっていることはすでにご存知でしょうな。実はこの流行り病、100年ほど前にも今と同じように流行ったものらしいのです。前にも流行ったって言ったけど100年も前なの。そこで古い記録を漁って治療法を探しているんですが、何が何やらさっぱりでしてな。やむを得ず、学者のルーフィンにそれらしき古文書の解読を任せておるのです。そろそろ何か分かっても良さそうな頃だが、こちらから聞きに行くのは尺だな。そうだ、
お客人、あなたもどうなっているのか気になっておるのでしょう。ならばルーフィーのところまで行って様子を見てきてもらえますかな。パシリかい。あいつの家はこの屋敷の西にある一軒家ですから、申し訳ないが一っ端で頼みますわい。パシリかよ。よいしょ。布の手袋。さあ。何もないんかい。じゃあそのルーフィン先生のところ行きましょう。とルーフィン家はですね、この下の あのドアですね、下の行きましょうか。お邪魔。内側から鍵がかかっていて開かない。こら、開かないんですけど。奥さん旦那が開けてくれないんですけど。寝てるし。ん？起きた。ごめんなさい、ちょっとうたた寝しちゃってて。もしかしてルー君にご用かしら。あ、ルー君っていうのはうちの主人のルーフィーのことね。かわいいな。奥さんかわいいね。あ、すいません、ルー君なら今お仕事で研究室にこもってるんですよ。え、ば、いえ、長女に頼まれて様子を見に。別にパパでいいのに。それなら私が一緒に行って研究室の扉開けてもらえますね。おお、エリザ、それじゃあ私は先に行ってますね。エルサではないんだな。それ違うか。ありのままだな。よいしょ。パパったら、ルー君に会うのが気まずいからって、旅の人に頼まなくても、けほけほん。あ、もう来てたんですか？これ、エリザも病気になってんじゃないの？コン、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 コン。エリザかい？こんな時間に珍しいの。お疲れ様、ルー君のお客様だよ。パパのお使いの人が古文書の解読が進んでるか聞きたいんだって。入ってもらってくれ。さあ、ルー君のお出ましですね。ああ、もうこんなに散らかしちゃって。これ片付けようとするとすっごく怒るんですよ。ひどいと思いません？こんな窓もない部屋にこもってんのか。すげえな、こいつ。どうも。今忙しいんだけどな。でも、お父さんの使いじゃ無視もできないか。で、何の用で？って、そうそう。古文書の解読結果を聞きに来たんでしたっけ？ルー君、その前に自己紹介、自己紹介。それって意味あるのかい？めんどくさいな。はじめまして、ですよね。僕はルーフィン、考古学などをやっています。あなたは、ミツさん。ま、できるだけ覚えておきますよ。多分すぐ忘れちゃうけど。そんなことよりも、古文書の解読の結果、流行り病の原因が一応判明しましたよ。さすがリュウ君。事の起こりは100年ほど昔前。ん？昔。この町の西で、とある遺跡が発見されたことです。遺跡を発見したベクセリアの民は、軽はずみにも遺跡の扉を開いてしまったそうです。その中に病魔と呼ばれる恐るべき災いが眠っているとも知らずに。この病魔こそが今広がっている流行り病の元凶というわけです。古文書によると、実際には病気というより呪いの意志だったようですね。当時の人々は病魔を封印し、遺跡の入り口を祠で塞ぐことで呪いから逃れたといいます。ってことは、今この町に流行り病が復活したのは、多分この前の地震で祠の封印に何か異変が生じたんだろうね。じゃあ祠に行って病魔ってのを封印し直せばいいってこと？その通りさ。まあ素人には難しいだろうけど、この町でできるのは僕だけだろうね。じゃあルー君がこの町のために祠の封印を直しに行ってくれるの？それはもしうまくいったら、お父さんだって僕のことを認めてくれるだろうし、何よりあの遺跡を調べられるまたとない機会なんだから、行きたいのは山々だよ。でも遺跡には魔物が出るらしいし、わざわざ出かけて行って怪我するのもバカバカしいよな。ほう、行けよ。行けよこの野郎。
とにかく今聞いたことをパパじゃなくて町長に報告してください。病気の原因って病気の原因は分かったし、これって大きな進歩ですよ。ルー君ってますごすぎです。怪しいぞ。流行り病の原因はこの町を出て西にある祠に地震で、何か異変が生じたせいや、奥さんの体調気にしてやれよ。絶対流行り病だろ。で、今あったことを王様に言って、きっと俺らが行くことになるんでしょう。王様じゃねえか、町長だ。町長はーん、町長はーん。はあ、前髪が鬱陶しかったんでピンで止めてました。どうですかね、皆さんはピンで前髪を止める男子って。結構昔僕から、昔から結構そういうことやってたんですけど、どうなんですかね。なんかこう、男がピンで前髪止めてるの何それ、ナルシストみたいじゃん、みたいなことをね、よく言う人いますけど、どうなんですかね。おう、待ちわびてみましたぞ。それで何か分かりましたかな。ふむふむ、なんと、流行り病の原因は病魔の呪いですと。で、その呪いを解くには、この町から西にある祠の封印を直す必要があるわけですか。しかもそれができるのはルーフィンだけ。なるほど、事情はわかりました。そういえば、あなたは見たところなかなか腕が立ちそうですな。いけってんだろ、もう。はーい。やった。お礼ですか。祠の鍵。どうもはーい。お、どうした。流行り病を封印するなんて、これぞ人助けってやつ。うまくすれば町中の人間から感謝されまくるよ。こりゃあんたが天使の力を取り戻す日も相当多くないって感じね。 OK、 行ってくぜ。さてさあ、ルーフィン。もう入れるよな。奥さんいるしね。OK。行きますよ。あれ、その鍵は。お父さんが僕の護衛をあなたに頼んだですって。嘘、パパが龍宮のために。なるほど、あなたはお父さんの手のものってわけだ。こりゃ見事にはめられたな。行けばいいんでしょ。僕が口だけだけの男じゃないってお父さんに証明してやりますよ。リュウ君、それはちょっと違うんじゃ。そうと決まればのんびりしてられないな。僕も先に祠へ行ってます。一人で行けんじゃねえか。祠の場所はこの町を出てずっと西に行ったところですから、あなたも急いで来てください。ルー君、変な張り切り方してたけど大丈夫かしら。大丈夫かな。俺は奥さんの方が心配だよ。さ、ん？なんだ？ルーフィン先生、張り切ってるらしいですね。まあ無理もないか。先生がこの町に来たのはあの遺跡を調べるためだったそうですから。それを旦那様が町の掟に反するからってずっと拒んでいたんですよ。なるほどね。ま、そういうもんじゃないですか。じゃあ行きますか。の前にセーブしとこう。とと教会行こうってた。全然セーブしてなかった。また悲劇が起こる。はーい。お腹がめっちゃ鳴るんだけど、なんで。いちご牛乳のせいかな。よし、行こうか。西だっつってたな。西、ずっと西。ふんふんどうだ。ふんふん、ああ。前から来ると思ってなかった。マジかよ、この野郎。突進小僧。おりゃ。
やっぱ魔法使いも攻撃力は低いな。いて、うわ、はい、オッケー。まあちょっとレベル上げは後にやるとして、あーもう足、あーもう、突っ込んでくる割にあんま経験値もらえねえんだよな、こいつら。さ、天津くんはもういいわ。同じ敵しか出てこなくなっちゃった。あれか。西というか北というか、北西というか。お、なんだこいつ。なんかかっこいいモンスターが出てきたよ。トサカヘビ違う。ウィングスネークか。トサカヘビの色違いか。いやあ、よし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 。でもキアリー覚えてたっけ。よいしょ。よ、ウィングスネークか。まあ特に言うことねえな。こいつに特に言うことねえわ。うお、いっぱいいる。さて、ほこらほこら、これだな。開いた。ルー君、遅かったじゃないですか。ミツさん、名前覚えろ。ほら、僕の言った通り、地震のせいでほこらの壁が崩れて入り口がむき出しになってます。こうなると遺跡の中にあるはずの病魔の封印もどうなってるのか分かったもんじゃないですね。それじゃ入ってみますよ。あなたもお父さんに雇われたならしっかり働いてくださいね。雇われたというか、なんというか。うわ、なんかまがまがしいな。なんだ。三つは、うん、はい。二人の賢者の目覚めし時、赤き光と青き光が蘇る。なんかいろんなモンスターが出てきたよ。導きの光で照らし出す時、閉ざされし扉は開かれん。なんだこいつ。死神か。おお、ハニワナイトだって。まんまだ。釜をブンブン振りました。危ねえな。おりゃ、火の息、あちちち、ほい。あ、死神強えな。さて、あくびしちゃったよ。いしょ、うん、どういう原理なんだよ。埴輪が火の息吹くってどういうこと。なんで埴輪焼いてできるから。どうしようかな。とりあえずここ探索するか。なんだ、ミイラ男。よいしょ。とう。ギャーギャーギャー。よいしょ。あ、死なない。マジか。いや、防御しよう。結構高いな、HP。強いな。はい、OK。こういうゾンビ系のモンスターは、あれなの、回復の技とか使うと、こうダメージ与えられるとかないの。FF だけかな。
数が多いな。長い戦闘だったな。